昨日鹿がかかった場所です。また同じところに仕掛け直そうと思います。終わりました。ここ。この穴を回収します。一番最初から仕掛けていた場所で、一回作動してて、でも獲物はかかっていなくて惜しかった場所です。でも最近はもうめっきり気配がなくなってしまったから、別の場所に仕掛け直したいと思います。いつも罠を仕掛けているところよりも一つ上の道沿いの林に来ました。この斜面から下ってくる獣道があるので、そこに仕掛けたいと思います。これですね。こう向こうの斜面から下ってくるような、そんな跡があります。ここもちょっと落ち葉が立っていて、何かが踏んだ跡があります。この辺りに埋めて、この木にワイヤーで止めて様子を見たいと思います。終わりました。ここ土がふかふかしていて、とても掘りやすかったです。みんなこんな土質なら楽なんですけど、前にトレイルカメラを仕掛けていたあたりの罠のうちの一つ、ここの罠回収して移動させます。この上の掘り起こしがある場所のさらに上、道を挟んだ上の方ですね、に一個くくり罠を仕掛けてるんですけれども、その罠のあたりに動いている足跡があるから、この罠を回収してそこへ仕掛け直したいと思います。ここに仕掛けます。こっちに薄いですけど足跡があって、でこっちも足跡があって、ちょうどあのこう木の枝が落ちてるあたりで2つの獣道が重なって、で1本になってまっすぐ上に続いているような、そんなところです。この上にも1個くくり罠を仕掛けてるんですけれども、このちょうど2本の獣道が重なっているところにも仕掛けたいと思います。でこの木に止めるんですけど、ちょっと長くなって僕の好みじゃないんですけど、まあやってみます。
終わりました。ここちょうど2つの獣道が重なるところよりもちょっとだけ手前になってしまいました。まあ大丈夫だと思います。また遠くから様子を見たいと思います。罠が作動してました。最近あまり動いてないなと思っていたんですけど、また何か通ったみたいですね。あそこの罠は遠くから見て双眼鏡で見えるんですけど、作動していたので近づいて確認するついでに見えないところも見てみたら、見えないところの罠も作動していました。ここは2匹目の鹿がかかったところですね。ちょっとあからさまに木を置いたんですけど、でもう一つ、この間回収したところですね。ピンポイントで踏まれてるんで、回収しなければもしかしたらかかったかもしれません。ですぐ横のこの斜面を駆け上がる獣道のここにも仕掛けてたんですけど、作動してました。最近この辺りの動きがなくて罠を移動させようかどうか悩んでたんですけど、まだまだ継続した方が良さそうです。全部うまくいけば3匹かかっていたっていうことなので悔しいです。罠の設置状況です。さっき仕掛け直したのはここの罠です。前にトレイルカメラが仕掛けてあった場所です。最近あまり動きがないなと思っていたんですけど、今朝確認したら3つ作動していたので、また継続して仕掛けていきたいと思います。あとトレイルカメラ、ここの箱罠に移動させました。5回連続動物が入ったからカメラで見てみようと思ったら、トレイルカメラを設置した途端に入らなくなりました。あといつも仕掛けている細い道の上の大きい道のさらに上の杉林にも一つ罠を仕掛けてます。今全部で10個くくり罠は仕掛けてます。